シラキュース大学はアメリカ合衆国ニューヨーク州シラキュースにある私立大学である SU と略される。またニューヨーク州ユーティカ市にあるユーティカカレッジは1946年にシラキュース大学により設立された教養学部中心の私立大学である。1998年からは大学院も設置され独立した大学ではあるが学部の卒業生は シラキュース大学の学位が授与される。スクール・オブ・マネージメント、パブリック・アフェアーズのプログラムが全米1位にランキングされた、マックスウェル・スクール、SI、ニューハウス・スクール・オブ・パブリック・コミュニケーションズをはじめ、合計12のスクールがある。木々や芝生に囲まれた緑豊かな自然と、拡張高い建物が調和した美しいキャンパスを誇り、学生数は18,247人。 日本人学生は大学全体で50人程度在籍している。毎年卒業式には著名人がゲストスピーカーとして迎えられる。第46代アメリカ合衆国大統領、ジョー・バイデンは1968年にシラキューズ大学のロースクールにホーム博士号を取得、終了した。2020年度版のランキングでは US ニュースワールドレポートで 全米54位、ザ世界大学ランキングで世界251300位、QS ワールドユニバーシティランキングスで世界581から590位と評価されている。法領部ランゲージ大学はメインキャンパスと南キャンパスに分かれており、大半の学部はメインキャンパスにあり南キャンパスは学生寮で占めている。メインキャンパスはシラキュス市に位置し、 ニューヨーク州立大学と大学病院が隣接している。キャンパスにはシェラトンホテルやゴルフ場もあり、小高い丘の上にあるため伝統的な大学の雰囲気がある。メインキャンパスは北キャンパスとも呼ばれ、各スクールの建物や学生寮、ドーム、チャペルなどがひしめく。各建物に囲まれた広場はザクワドと呼ばれ、学生の憩いの場となっている。ホール・オブ・ランゲージは、 大学のシンボル的建物。学生用のレストランや雑貨店はマーシャルストリート周辺に集中しており、寿司、中華料理、ピザ、メキシカン、タイ料理など国際色豊かな食事が楽しめる。ヘンドリック・チャペルはトム・クルーズ出演の映画7月4日に生まれてに使われた。学部生は最初の2年は寮に住むことを義務付けられているが、 その後は各自でアパートを見つけキャンパス外で住むことが多い。寮に住んでいない。学部生の主はユークリッド通りに住んでおり、日中は学生たちで賑わい、週末はパーティー等が開かれ、アメリカならではの学生生活が楽しめる。カレッジスポーツが盛んである。シラキュース大学のスポーツチーム名はシラキュースオレンジ、スクールカラーはオレンジである。 キャンパス内にある5万人収容のドーム型スタジアム、キャリアドームでアメリカンフットボールが開催される日は街中がお祭り騒ぎとなる。2003年には男子バスケットボールが全米チャンピオン。2004年ではラクロスが全米チャンピオンになった。NBA で人気のカーメロ・アンソニーはシラキュース大学を NCWA チャンピオンに導いた。2006年完成の孫新行舎。 マックスウェルスクール以下は、卒業式における著名なゲストスピーカーの一覧である。政治行政その他ニューハウス図書館、ヘンドリック・チャペル第46代大統領、ジョー・バイデン・アイリーン・コリンズ。ありがとうございます。